はい、プレボールどうも野球人です。巨人来季組閣を発表ということでございまして、はい、今日ですね、巨人来シーズンの組閣、ここのね発表がありました。まあ今シーズンね、悲願の優勝を果たしていた巨人、まあただ CS で打てないっていうところがありまして、日本シリーズ進出を逃していたわけでございました。まあやはりね、来シーズンは2連覇、まあそして日本シリーズ進出、日本一っていうところを目指して動いていくわけでございますが、でまあそういった中で来シーズンの組閣っていうところが正式発表で、まあやはり優勝したっていうところもあるんで、そこまでですね大きくは変わっておりませんが、まあただ移動に関しては結構ありまして、まあプラス新しく帰ってくるコーチで戻ってくる人もねおりますんで、まあその辺含め1軍2軍3軍、まあその辺の組閣見ていきたいと思います。まずはね1軍の組閣からチェックしていきましょう。はい、ではまず1軍の組閣から見ていきます。まず今年のねコーチ陣はどうなっていたかと言いますと、まあ監督がね阿部さん、ヘッド兼打撃チーフは仁岡さん、総合コーチに村田さんで、打撃コーチに矢野健二さん、内野守備コーチに河合さん、外野守備兼走塁コーチに亀井さんで、投手チーフコーチに杉内さんで、投手コーチに宇都宮さん、バッテリーコーチに実松さんで、で戦略作戦コーチブルペンコーチとは登録なしというところでありました。はい、まあね今シーズンに関しては原監督から阿部さんに変わったことで、かなりねコーチ陣というのも入れ替わっておりました。で打撃コーチはね日本ハムのスカウトを抜けて矢野さんが加わってきていて、で投手コーチも西武から宇都宮さんが戻ってきた形になったんで、ぐっとですね1軍のコーチ陣が若返っていたというところがありました。でそこを踏まえて来シーズンの総額っていうところを見ていきますと、まだね監督ヘッド兼打撃チーフコーチ、まあここは阿部さん仁岡さんのままで変わっておりません。で総合コーチもですね村田さんのままでございます。まあただ打撃コーチがですね、ここが矢野さんから亀井さんになるというところでございます。まあ今年はね外野守備兼走塁コーチ、ここを務めていた亀井さん、まあ三塁コーチもねになっておりましたが、まあただ役職が打撃コーチに変わるというところでございます。まあなんでおそらくねコーチも変わるのかなと、まあちょっとこう判断はどうなのかなみたいなことも言われていたんで、まあ巨人ファンからしてもね、まあ打撃コーチに行ってくれる方が適任なのかなというところはあるのかもしれません。で守備コーチも変わっておりまして、内野守備コーチが古木さん、まあ三軍の大コーチを務めていた彼でございましたが、彼が河合さんに代わって一軍のコーチに、で外野守備兼走塁コーチもここはね亀井さんが代表コーチに移っていたところに松本哲也さんが復帰という形で戻ってくるというところでございます。まあ松本さんに関してはね2022年まで2軍のコーチを務めておりまして、で今年はですね巨人の女子チームのコーチを務めておりました。でそこからまたね戻ってきて1軍のコーチに抜擢と、まあ女子野球の方でもね三塁ベースコーチを務めていたっていうところでございますんで、まあもしかしたらねこの松本さんが来季はその役目も担うのかもしれません。で投手のチーフコーチ、投手コーチは杉内さん宇都宮さんで、ここは変わらず、まあ今年しっかりねピッチャー陣は良かったんで、まあ来シーズンもねそれを継続できればなというところでございます。でバッテリーコーチもね実松さんのままで変わらず、で作戦戦略コーチ、ここがね今年いなかったんですが、まあ新たにですね橋上秀樹さん、まあこの方が加わるということになっております。まあ橋上さんに関しては巨人でもね2012年から2014年、3年間コーチを務めておりまして、それ以外でもですね楽天、西武、ヤクルト、まあ様々な球団でコーチを務めておりまして、で今シーズンまでねオイシックスの方で監督を務めておりまして、まあ今期からね NPB の2軍に参入していたチームの監督をね務めていたっていうところもあったんで、まあそんなね彼が1軍の作戦コーチというところでございます。まあこの辺はやっぱね非常に頼もしい存在かなというふうに思いまして、しっかりとこう参謀として働いてくれることに期待。はい、まあなんで1軍の組閣はこのような感じでございます。まあ復帰のね松本さんと新しく帰ってくる橋上さんで、まああとは移動というところでございまして、まあ1軍に関してはね割と優勝はしましたが、まあ割とメンツは変わっているのかなというふうに思います。はい、で続いて2軍ですね、見ていきましょう。はい、では続いて2軍のね組閣っていうところを見ていきます。まず今期巨人の2軍はですね、監督は桑田2軍監督で、ヘッドコーチに安藤さん、大工コーチに橋本さんを置いて、内野守備走塁コーチが脇谷さん、外野守備兼走塁コーチに鈴木さん、バッテリーコーチに加藤さん、投手チーフコーチに山口さんで、投手コーチに大竹さんというね布陣でございました。でまあね監督が桑田さんっていうところで、まあ23年はねファーム総監督っていうところであったんですが、まあ今期は2軍監督というところでございました。でそういう中で来季はねどうなるのかというところでございますが、まあ、監督がね桑田さんが継続で、新たに野手総合コーチというね役割がありまして、そこに河合さんが入ってくるというところでございます。まあ、1軍の内野守備コーチでございましたが、ここまたね2軍に戻ってくるというところでございます。で打撃コーチはですね橋本さん一人でございましたが、まあ、ここにチーフコーチに矢野さん、まあ、1軍のコーチから
2軍に移動と。で、橋本さんが継続。で、内外野の守備走塁コーチは、脇屋さん、鈴木さん。まあ、ここも継続ですね。で、バッテリーコーチは、加藤コーチ。で、投手のチーフコーチは山口コーチ。投手コーチも、大竹コーチと。まあ、この辺も変わっておりません。まあ、なんで、2軍はね、あまり変わっていないなというか、まあ、河合さんと矢野さんが、1軍から移動してきて、まあ、ヘッドコーチっていう役職からね、安総合コーチ。で、代表コーチが2人ね、つくようになったというところになっております。はい。では、続いて3軍見ていきましょう。はい。では、最後ですね。3軍の組閣、また巡回交渉の組閣っていうところも見ていきましょう。まあ、まずね、今期の3軍組閣。監督は駒田さん。代表コーチは古木さん。内野守備コーチに吉川さん。外野守備兼走塁コーチに金城さん。バッテリーコーチに市川さんで。投手チーフコーチに三沢さん。投手コーチに野上さんで。出足の総合コーチは、今年はね、登録はありませんでした。まあ、なので3軍はこのような感じになっておりまして。まあ、駒田さんがね、今年も務めていたというところでございます。で、そして、来季はどうなるかと言いますと、まあ、監督はですね、また駒田さん。まあ、来シーズンも継続というところで、まあ、これで3軍監督3年目になります。で、打撃コーチですね、ここは古木さんが1軍に行ってしまったんで、ここはですね、登録はないんですよね。まあ、なんでこの辺が1個気になるポイント。で、内野守備兼走塁コーチは吉川さん。で、外野守備兼走塁コーチに立岡さんがね、引退されましたんで、新たにコーチにというところになっております。まあ、引退のね、報道が昨日ありまして、まあ、コーチのね、打診があるんじゃないかっていうところでありましたが、まあ、3軍からねスタートというところになっております。でバッテリーコーチは市川さんで、投手チーフコーチ、投手コーチも三沢さんと野上さんで変わっておりません。で野手の総合コーチに金城さんが入るというところになっております。まあ、なんで打撃コーチっていう役職はないんですが、まあ、おそらく多分ね金城さんが、まあ、その辺も含めて見るのかなというところではございますんで、実数打撃コーチは金城さんになってくるのかなというふうに思いますが。でそしてね巡回コーチ見ていきますと、でここは巡回投手コーチ久保さんで、巡回大コーチにウィーラーというところでございまして、まあ、この2人がね務めておりました。で来期も久保さんとウィーラーは継続というところでございまして、まあ、やっぱりウィーラーに関してもねしっかりと助っ人選手とコミュニケーションを取ることで活躍してくれていたっていうところもありますし、まあ、久保さんもねやっぱその手腕通り、まあ、良くなってる選手も多いんじゃないかっていうところもありますんで、まあ、この辺に関してはね嬉しいところなのかなというふうに思いますが、はい。というわけでまあ以上ね1軍2軍3軍組閣見ていきました。でそういった中で、まあ、このね組閣のポイントっていうところ、まあ、球団から発表ありますんでそちらも見ていきましょう。はい。では、球団の方針というところで、そちらもね、お話が出ておりますんで、見ていきましょう。まあ、まず今回のね、組閣の意図としてはですね、新体制では野手の育成、特に大記面の強化を図る方針です。一軍では、新任の橋上、作成戦略コーチが大記コーチと連携し、相手投手攻略に向けた戦略を練ります。で、球団補足に、二軍では、河合野手総合コーチが守備、走塁状況に応じたバッティングなどを指導する一方、矢野、橋本、両大記コーチが、個別の大記の技術と打席での考え方を指導することで有望な若手選手の総合的な強化を目指しますというねところを説明しておりました。まあなんでやはりこう全体的にですね打撃面の強化を図るね組閣という意図らしいですね。まあやっぱね今年巨人打てないっていうところは本当はありましたんで、まあそこにねメスを入れるというところでの配置転換招集になっていたのかなというふうに思います。で最後ね今季巨人から退任する人っていうところを見ていくと、まあ2軍ヘッドコーチの安藤さんですね。まあ彼だけというところになっております。でフロントにね転身するっていうところでございますんで、まあ首とかねそういうところでもないというところでございます。まあなんで誰もね巨人から去る人はいないというのが今年の組閣でございます。まあやっぱね優勝したっていうところもあったんで必要最低限のね動きにはなっているのかなというふうに思いますが、まあこれが来季の組閣、まあどういうふうになっていくのかっていうのが楽しみなところでありますが、はい。というわけで以上ですね、最後ネットでの反応を見ておりましょう。はい。ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。村田と寺内の入閣は、なしか、ちょっと期待してたんだけど、それでも、橋上さん、ウィーラー、久保さんは、でかいということで。はい。そうですね。まあ、やっぱね、今回の組閣、まあ、いろんな話が上がっておりまして、まあ、ロッテのね、コーチであった村田さんが、今期入りで退任。で、独立リーグのね、監督を務めていた寺内さんも、今期入りで退任というところになっておりました。まあ、なんで、もしかしたらね、巨人に戻ってくるんじゃないか、みたいな話もあったんですが、まあ、ただ今回は、そういう話はなしというところになっております。まあ、ただやっぱね、しっかりと、オイシックスから橋上さんを引っ張ってきておりますし、で、まあ、ウィーラーや久保さん、まあ、このあたりもね、しっかり残ってくれているというところではありますんで、まあ、ポジティブな要素も多いのかなというふうに思います。まあ、その中でもね、やはりこう、橋上さんに関しては、名参謀として、まあ、いろんなチームをね、転々としておりますし、まあ、いろんなね、経験を持っている方かなというふうに思います。まあ、実際ね、
ね、この橋留さんが巨人にいた時期っていうのは、ちょうどまあ3連覇していた時期っていうところもありますし、まあその辺は本当にね、楽しみかなというふうに思います。まあ実際今期に関してはね、まあ本当投手運用は素晴らしかった阿部巨人。まあただやっぱ開幕から野手の起用、采配面に関してはね、疑問が残るところはありましたし、まあだんだん良くはなってきていたんですけど、まあどっちかというとその辺はね、不安な要素でもあった。まあただそういう中で、しっかりとこの橋留さんが入ってくれることによって、いろいろこう理にかなった采配とかも増えてくれればなというところはありますし、こう今年のね、巨人に足りないものを補ってくれるような、そういったね、組閣になっているんじゃないかなというふうには感じましたね。で、一方こちら見ていきましょう。優勝者とはいえ、そこまで変わり映えしていないのは不安、特に大決めということで。はい。で、まあ、一方ね、ちょっとまあ不安というか、まあ不満というかですね、まあ正直あんま変わってない布陣ではありますよね。まあ、橋上さんが来て、松本さんも戻ってきて、で、まあ、立岡さんがコーチにというところでありますが、まあ、ただそれを除くとね、基本的にまあ、他は移動だけというところではありますし、まあ、ちょっと大丈夫かなっていうところは否めない。まあ、特に大決めに関してはね、まあ、今シーズンかなり苦しんでいたっていうところもありますし、まあ、作戦面ではね、橋上さんが入ってくれるっていうところであるんですが、まあ、やっぱ大コーチ、矢野さんから亀井さんに変わりましたが、まあ、果たしてどこまで良くなってくるのか、その辺を入れ替えただけではね、あまりこう、抜本的な解決にはなっていないんじゃないかっていうところも不安されております。まあ、実際その辺に関しては、結果が出ていないところでございますんで、そういう声が上がってくるのもね、仕方ないところではありますし、まあ、来シーズンに向けてね、しっかりとこう、打線を強化していく、補強していくっていうね、話も上がっている中で、まあ、ちょっと不安な要素で言えば、そのあたりなのかもしれませんね。はい。というわけで今日は以上です。よければ、チャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。